愛は喜びが溢れている、物語はいつも果てしない、青胸に星を夢に疲れそうな日には僕が頼りぎになるよ、世界が僕らに揺れるまで。横浜スタジアムです。グランドオール対四国、この試合の模様をお送りいたします。グランドオールの先発は左の常盤、四国の先発は右の榎本、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。左の常盤登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは泉、第1球投げた、アウトロー、カーバー外れてボール。さあ次の投球投げた、2球目ストライク、投球は3球目投げた、インコース空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次が4球目投げた、打った、ファールボール、投球これから5球目、内角低めボール、第6球を投げた、インコース引っ張る、モンマダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。左対左の勝負になります。第1球投げました、ボール、まずは低め、第2球打ちました、ピッチャー返し、抜けた、バレットいいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ、打ちました、三塁線切れてファール、1球目ファールから第2球流し打ち、一塁線わずかに切れてファール、投げました、打った流し打ち、ファール。次が4球目、危ない球、次が5球目、危ない球、第6球を投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振、第1球投げました、完全に外れたボール、投球これから2球目ボール、第3球を投げました、3球目ストライク、第4球を投げた、打った、ピッチャー返し、泉そのままベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ、ランナー一塁に残塁です。四国無得点で終了です。右の榎本マウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。1回の裏グランドオール攻撃に入ります。トップバッターは藤浪、初球はストライク、第2球投げた、空振り、第3球を投げた、危ない球、投げた、これは引っ掛けた、中田交代、アルボー、第5球投げた、打ったい当たりはセンター前ヒット、クリーンヒットです。藤浪ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチセーフ、投げました、アウトコース高め、外れてボール、第2球投げました、決まった、ストライク、タイミング合いません。第3球一塁ランナー出た、キャッチャー二塁へ送球、これは悠々セーフ、盗塁を許します。セカンド牽制、二塁タッチセーフ、もう一回ここで二塁へ牽制球を送ります。投げました、シンカー、見逃し三振、ランナー一人を置いて迎えるバッターは泉、この後に控えているのは門間、第2球投げました、2球目ストライク、これで追い込みました、追い込んで投げました、インコース低め、見逃し三振、
ナイスピッチング。では改めてリプレイをご覧いただきます。第9投げた、ツーシームストライク。第2球、低め決まってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げた、1球外した、ボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打ちました。これはライトフライになった。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。結局二塁残塁です。1回の裏が終わりまして、四国大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。2回の表、四国攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者アシュレ。第9投げた、ボール。投球これから2球目、あっと引っ掛けた、これは内野フライ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは三浦。投げました、初球から打ってった、ショート正面、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスには指導。第9投げました、外れた、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、指導。いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。1球目ストライクから第2球外れた、2塁送球はタッチはアウト、盗塁を阻止しました。先ほどのプレーです。2回の表が終わって四国無得点で終了です。2回の裏、グランドオール攻撃に入ります。この回のトップバッターは清原。第9投げました、危ない球。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、ストライク。第4球は打った、ライト落下点、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のミレイ。第9投げた、ストレート見送ってストライク。第2球投げた、流し打ち、どうだ、大前下がっていった、ファール。投げた、インコース高め、ストレートは外れてボール。第4球を投げました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番岡田。第9投げました、決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、掴んで、これで3アウトになります。榎本三者凡退に抑えています。2回が終了しまして0対0、両チーム無得点です。3回の表、四国攻撃に入ります。先頭バッターは新一郎、ボール。投げました、直球ストライク、低め。第3球を投げた、見送ってストライク、追い込んでいます。
第4球を投げた、打ちました、一、二塁間への当たり、セカンドから一塁送球、アウト。バッターは9番杉本、第9投げた、打った、バットが折れました、泉バックしていった、センター前ヒット、杉本ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。打順はトップに帰って泉、最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。第2球投げた、打ちました、打球はライトへ、ヒット、ライト前ヒットになった。泉いいバッティングを見せました。グランドール先制のピンチを迎えます。投球これから2球目、完全に外れた、ボール。第3球危ない球、第4球を投げた、打った、一、二塁間のゴロ、加藤ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。グランドールなおもピンチが続きます。第9ボール、まずは外角、投げました、見送ってボール、投げました、決まった、ストライク、投げました、来た、いった、入った、入った、ホームラン、先制、スリーランホームラン、卓球は無情にもスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは4番大前、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。低め外れてボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ストライク。第4球を投げた、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、ライト交代、取ってこれで3アウトチェンジ。3回の表が終わって3対0、四国先制点を挙げています。3回の裏、3点を追いかけます、グランドール攻撃に入ります。この回の先頭バッターは筧、もうまずは外角高め、第2球ツーシーム見送ってストライク。第3球を投げた、打った、これは強烈、伸びた、伸びて、レフトを見上げた、ホームラン、ソロホームラン、白球は無情にもレフトスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。さあリプレイです。バッターは9番有田、第9初球決まってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、まっすぐ見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。投球はこれから3球目、打ちました、セカンド左横のゴロ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って藤波、第9投げた、速球ストライク、アウトコースへ、タイミング合いません。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球は見送ってストライク。次は5球目、打ちました、泉取った、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは加藤、第9投げ
げました、打ちました、イズボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。序盤終了しまして3対1、グランドオールこの回1点を返しました。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは DH のアシュレイ、第1打席はピッチャーフライに倒れています。第9球投げました、初球外れてボール。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目、3球目空振り、少し迷ったか。次は4球目投げました、4球目ストライク。次は5球目流し打ち、ファール。第6球を投げました、打ちました、アットバットが折れた、ショート右への打球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは6番三浦、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げた、危ない球。第2球投げた、打った、第3球を投げた、打ちました、ショートバウンド、一塁送球、泉軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番シド、これが2度目のバッターボックス。第9投げた、インサイドストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、インロー際どい球、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球は打ちました、センター前に出る、あっと弾いた、取れない、ボールが転がる、シド、ナイスバッティングです。バッターは8番新一郎、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げました、外の球空振り。第3球を投げました、打ちました、イズボ取りました、これで3アウト、結局1塁残塁で終了です。4回の表が終わって3対1、四国現在2点をリードしています。グランドオール、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番泉、決まってストライク、まずは入れてきました。投球これから2球目、打ちました、打球はサードの左、あっと送球それた、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番門間、第1打席はライトフライに倒れています。第9投げました、ボール。第2球打ちました、アルボール。第3球を投げました、インコース低め、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、打った、流し打ち、一塁線鋭く切れていきました、ファールです。投げた、打ちました、いい当たり、抜いていった、門間、いいバッティングを見せました。バッターは5番清原、第1打席はライトフライに倒れています。初球に送ってストライク。第2球投げた、打った、バットが折れた、センター前進、掴みました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。リプレイをご覧ください。バッターは指名打者ミレイ、第1打席は内野フライに倒れています。第9球初球はストライク。第2球投げた、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、1球外してボール。一塁へ牽制球を送ります。第4球を投げた、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった、
4回までが終了しまして3対1、四国2点リードは変わりません。四国この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番杉本、ストライク。第2球投げました。2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。追い込んでから第3球を投げました。1つ外したボール。第4球を投げました。打った、切れていきます、ファール。投げました、外れたボール。投球はこれから6球目、打ちました、ファースト正面。清原自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って泉、直球決まってストライク。第2球決まった、ストライク。タイミング合いません。第3球を投げました、ライト系ズバッと決まって見逃し三振。第9投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、危ない球。投球は3球目、投げた、アウトコース、ボール。第4球を投げた、真ん中にストライク。次は5球目、投げた、インコース引っ張った、ライト前ヒット、ボールが点々と転がっている。バレット二塁も狙う。バレットいいバッティングを見せました。先ほどスリーランホームランを放っている中田。第9投げました、ストレート決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、打ちました、痛烈、ピッチャー前進、バックホーム、間に合うかどうか。四国1点入りました、4対1。先ほどのプレーです。バッターは4番大前、今日はショートゴロとライトフライ。一塁タッチセーフ。第9投げました、初球空振り、少し迷ったか。第2球投げました、低め際どいボール。第3球は決まってストライク、追い込んでいます。追い込んで投げました、外のボール球打った、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって4対1、四国リードを3点としています。5回の裏、グランドオール攻撃に入ります。この回のトップバッターは岡田、最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。第9投げた、決まった、ストライク。第2球投げた、決まってストライク。これで追い込みました。追い込んでから投げた、カーブ、空振り三振。榎本見事なピッチングです。バッターは8番筧、今日2度目のバッターボックス。投げた、ボール。第2球投げた、打ちました、バレット掴んだ、セカンドから一塁送球アウト。バッターは9番有田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9投げました、決まった、ストライク。1球目空振りから第2球投げました、インコース引っ張った、アルボール。第3球を投げました、ツーシームはボール、低め。第4球を投げました、打ちました、切れていきます、ファール。投げました、アウトコースをつけた、中田下がっていった、有田ナイスバッティングです。打順はトップに帰って藤浪。第9
球。投げた。シンカー見送ってストライク。第2球。2球目ストライク。軽く追い込んでまいりました。一塁牽制、タッチはセーフ。第3球を投げた。打った。一、二塁間。バレット、ボールを掴んだ。一塁へ送る。一塁アウト。これはアウトです。スリーアウトチェンジ。ファーストランナー残塁。前半が終わりまして4対1、四国3点リードは。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは指名打者アシュレイ。今日はピッチャーフライとショートゴロ。第1球投げた。初球スライダー空振り。初球空振りから投げた。打ちました。有田落下点に入った。ハードグラウンドで飛びました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番三浦。これが3度目のバッターボックス。投げた。初球カーブは空振り。タイミング合いません。第2球投げました。カーブはボール。内角低め。第3球を投げました。ストライク。タイミング合いません。次が4球目。投げました。見送ってボール。投げました。空振り三振。バッターは7番シド。第1球スライダーボール。まずアウトコース低め。投球これから2球目。ボール。第3球を投げました。見送ってストライク。さあ4球目打った。泉取った。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。四国三者凡退に打ち取られました。6回の表が終わって4対1、四国この回無得点です。グランドール。この回は2番からの好打順。トップバッターは加藤。今日は三振とショートゴロ。初球外れてボール。第2球外れた。ボール。第3球を投げた。インコース低め。ストライク。第4球を投げた。インハイギリギリいっぱい。ストライク。第5球投げた。外側いっぱい。見逃し三振。外側いっぱいに決まった。第1球打ちました。初球内野ゴロ。アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番門間。第1球投げた。外角低めいっぱい。ストライク。第2球投げた。打ちました。これはいい当たり。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。榎本三者凡退、無得点に抑えています。中盤まで終了しまして4対1、四国3点リードは変わりません。時は降板。左の安野、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第9球完全に外れた。ボール。第2球投げました。危ない球。第3球3球目ストライク。第4球を投げました。打った。引っ張った。ライトへ持っていった。ライト前ヒット。新一郎いいバッティングを見せました。バッターは9番杉本。第9投げました。初球決まってストライク。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。直球見送ってストライク。一塁へ一つ牽制球を送りました。次が4球目投げた。危ない球。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。投げた。見送ってボール。
第6球を投げた。初球見逃し三振。バッターはトップに帰って泉投げた。真ん中ストライク。第2球打ちました。ピッチャーライナー真正面。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球投げた。外角に送ってストライク。さあ次の投球ストライク。追い込んで投げました。流し打ち取ってアウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー残塁です。7回の表が終わって4対1四国現在3点をリードしています。7回の裏グランドオールラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは清原。今日はライトフライとセンターフライ。ボール。投げました。打ちました。当たり損ねはショートゴロ。ショートから一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のミレイ。今日はセカンドフライと三振。第9投げました。シンカーはボール。投球これから2球目アウトコース低め、ツーシームは外れてボール。第3球を投げました。外れたボール。第4球は真ん中ストライク。第5球投げました。ストライク。次が6球目投げた。打った。ファール。第7球は結局外れてフォアボール。フルカウントから結局フォアボールです。右バッターボックスは7番岡田。今日はセカンドライナーと三振。第9投げた。1球目ストレート空振り。第2球投げた。打ちました。1・2塁歓迎。1塁はアウト。ツーアウトランナー2塁に変わります。バッターは8番加計。第9投げた。ツーシームはストライク。まずは上げてきました。第2球投げた。流し打ち。1塁線切れました。ファール。投げました。ボール。インローへ。第4球を投げました。空振り三振。バットが空を切りました。さあリプレイです。7回の裏が終わりまして4対1グランドオールラッキーセブンは無得点で終わりました。四国この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは中田。今日はチームの全打点を叩き出しています。第9投げました。打った。これが強烈。いったに捉えられました。今チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは4番大前。第9投げました。低め。フォークは外れてボール。第2球投げました。2球目ストライク。第3球を投げた。内角高め。直球は外れてボール。次が4球目投げた。打ちました。ピッチャー真正面。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者アシュレイ。第9投げた。初球空振り。少し迷ったか。1球目空振りから投げた。危ない球。第3球を投げた。決まってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。次が4球目投げました。打った。ヒット。アシュレイナイスバッティングです。バッターは6番三浦。第9投げました。初球空振り。タイミング合いません。
初球空振りから第2球打った、流し打ち、二塁へ送る、二塁フォースアウト、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。レフト指導、第9球初球を打ちました、ボールはライナーで左中間へ、ヒット、ボールは中継、指導、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第2球投げました、インコース低め、ストライク、タイミング合いません。第3球を投げました、見送ってストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール、インコース低め。第5球投げた、打った、いい当たりだ、ボールはライナーで右中間へ、ヒットになります、打球が転がっている、ボールは中継、続いて一塁ランナーもホームイン、四国この回3点目、7対1。第9球初球空振り、第2球投げた、もう投げた、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、インコースいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。8回の表が終わって7対1、四国この回3点を加えています。グランドール、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番有田、第9初球ツーシーム空振り、少し迷ったか、1球目空振りから投げた、カーブはボール、第3球を投げました、ボール、四国ここは引っ張りに警戒します。第4球を投げました、決まった、ストライク、投球これから5球目、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、有田ナイスバッティングです。打順は1番に帰って藤浪、今日はここまで3打数1安打、ストライク、アウトコース厳しい球でした、まずは決めてきました。第2球投げました、ボール、アウトコース低め、第3球決まってストライク、追い込んでいます。第4球はストレートはボール、さあ5球は5球目、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは2番加藤、今日はここまで3打数ノーヒット2三振、インハイへ変化球、ボール、投げました、真ん中に送ってストライク、第3球を投げました、アウトロー際どい球、ボール、第4球を投げた、打った、ショートバウンド取った、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。8回の裏が終わりまして7対1、四国6点リードは変わりません。アン降板、右の藤原、今日3番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。さあいよいよ9回に入ります。この回の先頭バッターは泉、初球見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた、泉、いいバッティングを見せました。バッターは2番バレナ、これが5度目のバッターボックス、初球打った、アウト、ワンアウトランナー2塁に変わります。パワーバッター、チャンスをものにできるか。第1球投げた、初球から打ってった、ライト前進、ランナー2塁に戻ります。藤波取りました。バッターは4番大前、第9球投げた、初球空振り、二塁へ牽制を送ります。タッチはセーフ、二塁はセーフ、ボール、取り返って二塁牽制球、第3球を投げた、見送ってボール、第4球を投げました、外角低め、スライダーは外れてボール、第5球投げました、ここはフォアボールになります。バッターは DH のアシュレイ、今日はここまで4打数1安打。
第9球投げました。スライダー見送ってストライク。初球ストライクから2球目空振り。これで追い込みました。第3球を投げました。打ちました。ファール。投球これから4球目。見逃し三振。藤原見事に流れを断ち切りました。グランドール、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番泉。速球ストライク、インローへ。タイミング合いません。初球空振りから投げました。打ちました。いい当たり。ボールはライナーで左中間へ。ヒット。泉ナイスバッティングです。右バッターボックスには門間。今日はここまで3打数1安打。第9球投げた。見送ってストライク。投球これから2球目。ストライク。一塁へ牽制球を送ります。第3球は高め。ボール球打った。レフト前ヒット。ボールは中継。門間いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第9球投げた。内角低めいっぱい。ストライク。まずは決めてきました。第2球投げた。ストレート見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げた。一つ外してボール。さあ4球目打ちました。痛烈。いった。入った入った。ホームラン。スリーランホームラン。右中間スタンドへ吸い込まれていった。ストレートを完璧に捉えられました。リプレイをご覧ください。バッターは指名打者ミレイ。第9球投げた。膝元外れてボール。第2球投げました。2球目ストライク。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。打ちました。引っ掛けた。フラフラッと上がった。セカンド落下点。セカンド掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは7番岡田。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第9球初球空振り。1球目空振りから投げました。ボール。投球は3球目投げました。アウトロー際どい球。ボール。次は4球目投げた。打った。いい当たりだ。いったか。どうだ。入るか。岡田ナイスバッティングです。バッターは8番筧。第9球投げた。打ちました。初球打ち。これはヒットになります。ボールは中継。筧いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。ピッチャー榎本に代わりまして、ピンチヒッター陽。第9球投げた。インロー際どい球。ボール。第2球投げた。真ん中に伸ばしてストライク。第3球を投げた。打ちました。セカンド正面。二塁フォースアウト。アウト。ゲッツー。試合終了。グランドール敗れました。ご覧の通り本日の試合は四国が勝ちました。勝利投手榎本、敗戦投手時は、セールは森。さて本日のヒーローは中田。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は7対4グランドール敗れました。勝利投手は榎本、敗戦投手は時は、そして西武は森。グランドール、今日のゲームは残念な結果となりました。次は奮起してくれることに期待しましょう。
実況担当は堂前英夫で横浜スタジアムからお伝えしました。以上をもちまして本日の動画は終了いたしました。お帰りの際は足元にお気をつけてチャンネル登録をお願いいたします。またコメント高評価も受け付けております。本日のご視聴誠にありがとうございました。